マダラ島は、東松浦半島最北端の鳩岬から約9キロメートル西の玄海灘にある島。佐賀県唐津市に属し、大技は唐津市鎮税町マダラ島。佐賀県の最西端である。面積は約4.24平方キロメートルで、佐賀県で最も大きい島である。最高峰は、板書の辻。島では、神道と仏教とカトリック。 それぞれの京都が共存しているが、元は神道と仏教だけであった。カトリックは江戸時代後期にキリシタン弾圧を逃れるために長崎県の外海や平戸、五島などから移住してきた人々によって島に広まったと言われている。島は宮の本の中、冬、牧三田松の四つの集落からなっている。宮の本には学校、診療所、 警察官駐在所、商店、漁協、船着き場があり、住宅が集中的に建っているので島の中心地といえる。また、神道、仏教徒のほとんどが宮の本に住んでいる。馬尾島天主堂の中、冬、巻、仁田松は江戸以降にできた集落で、ほとんどの人がカトリック信者である。野中は江戸時代に隠れ切りしたんらが上陸したと語り継がれている場所で、 今はカトリック場オ島教会が建てられている。この教会は1928年に長崎県平戸島のひもさ教会の旧聖堂を移築したものである。冬巻には石の内キャンプ場という水道も電気もないキャンプ場があり、夏になると本格的に自然を楽しみたいという人たちが集まる。三田松には保育園があり、島の子供はすべてここに通う。 玄海灘に面する周囲の海岸は、釣りスポットとしても有名で、年間を通して釣り客が多い。唐津市の予備湖港、名古屋港から有限会社有償丸の定期船、有償が就航している。まだら島日本の島へ行こう AB、唐津道。一般社団法人唐津観光協会。2021年9月26日閲覧。ありがとうございます。